猫が大好き42歳私のチャンネルです。本日もね、本日定休日でございます。少年がブラシを洗っております。さあそしてね、今日はこいつです。こいつミドルキッカーのリップの形を変えます。はい、こう見ると、トラジション部分、このシャド変化の部分がこうなだらかになってて、まあこれ自体はさばきやすいんですけど、こう先端に行くにしたら最後先端のとこでなんかパキッて上がってるんですよ。パキッて魔物がいるんで、これねスノーボーダーにとっては非常に安定感が悪い形状となっております。ここまでは楽だなってなんですけど、最後にしくりやすいと。わかるかね、これこのあれがわかるかね。はいはい、なぜついてるのか。まああれがあった方が技がね出しやすいっていうね人はもちろんいるんですけど、スキーはやりやすい。スキーの人は先端爪ある。スキーはねエッジが4本あるからね安定してるんですよ。スノーボードは2本なんですよ。ちょっとね安定しないんですよ。でこれをまあいい感じに直そうかなという感じでございます。やっていきましょう、はい、お願いします。どうですか。いい感じです。だいぶスムーズに繋がったっしょ。でもね、実はね、この骨組みとか見せちゃいけないんだよ。今俺が頑張ってる姿とか、モザイクかかってるんですか。うわぁ、全部モザイク。今、宇佐美がもう、一生懸命やってるそのね、ノコギリ。全部モザイク。はい、ということでね、できました。この R がね、もう全体的にここからもスムーズに、あまりにもスムーズに繋がりすぎてます。ここに飛ぶと、最後の、プリンでボカーンってやられてたのが多分なくなりますんで、とても飛びやすくはなると思います。ミドルキッカーのですねリップがちょっと変わりました。ちょっと横行ってみましょうか。何が変わったのかわからない。わからないよね。大丈夫です。これのね違いが分かんない多分ね、ジャンプ台作ってる人ぐらいのレベルじゃないと。平本さんどっか変わったの分かりました。ミドル、まあ、うっすらうっすらね、うっすらってことですね。これ私でも分かるのかな、はい、じゃあ多分分かんないと思います。分かりません。こうまあまあとりあえずストレート1本やってもらいましょうかね。はいはい、はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。お願いします。じゃあ私ここで撮ってますというのようにね、一応私はそのツイッターだったから何回か書いたんですけど、そのなんだかわかんないけどなんかうまくいったみたいなのが一番私はユーザーにはいいかなと思ってます。 R を変えた内容とかなんてわかんなくていい。はい、わかんなくていいです。はい、うまく飛べる、それが一番いいキッカーができたということになりますんで、はい、ちょっとね見てみましょう。山本氏どうでしょうか。無事に行くんでしょうか。これがね一発目からまあうまくいけばいいのかなっていう感じですね。はい、普通にうまくいってましたね。はい、ということでね、ストレートはまあ本人では何もわからないけど何の違和感もなくうまくいってますと。フロント180をやってもらいます。はい、フロント180なんですけど、ヒールのんのはここ仕掛けのここでは乗っててほしいって感じ。ヒールの乗り場所と2の乗り場所かな、そこだけ2が、ここの2が遅れると全部遅れちゃうから、うん、丁寧、前足ヒールしっかり。あ、そうなるよね、はい、スマッシュと違うのは、まあ、その最初だけが急なんだけど、あと全体的に長いのよ。アプローチも長いしリップも長いのね。だからなんかなんだろう、頑張って、まっすぐ前向いて、はい、 OK、はい、まあ大体いいかなって感じ。よくね、その長いじゃん、長いじゃん、つまりそうなると、このジャンプの放物線も長くなっちゃうのよ、うん、
だから放物線も長くなるから、スマッシュとかスモールでやってるよりも自分のこと自体を 0.5 倍速みたいな感じでちょっとスローに動いてあげないといけない。動いて入ってきてもうここで掴み終わっちゃうと、ここ後半丸ごと余んの。あ、だからここら辺をゆっくり開いてって、はい、この辺でやっとインディ始まるかなぐらいで掴んだまま落下していくっていう感じすると、結構スマッシュと同じ感覚になる。まあ、とりあえずライン取りが大事なんで、とりあえずはいいんじゃないでしょうか。企画的にはスマッシュでちょっとかろうじてできるようなズブの素人でも、できるミドルキッカーになりましたっていうのをどうにか取りたいので、なんとか決めてほしい、なんとか決めてほしい。できる。俺あのリップ調節してる時もうキーちゃんが3をやることしか考えてないから、考えて調整してないから。はい、お願いします。ということで、まあ回ると。回りましたね。そう、回るんだよね。それはそうだよね。だってあっちでできんの。できるでしょって話なんですけど、ちょっとここから微修正して、もうちょっとだけ、形に しときましょう、ここは。はい。多分、大丈夫です。丁寧にして、ああナイスナイス、出ましたね。はい、さあ頑張って、うん、まあ、結構でも足は来てるね。足は来てるけど、でもかっこよかったよ今。うん、だいぶかっこよくはできたんだけど、今のでミドルはやめときましょう。はい、はい、まあ、ということで、とりあえず新しいミドルのリップは昨日今日フロント3の練習を始めたズブの素人がやってもそこそこいい感じにできるミドルになりました。はい、おめでとうございます。よかったね、ごめん。よかった、よかった。ミドルです、うん、ね、できるんで今度はあっちでしばらくやってください。そして足腰鍛えてください。はい、頑張ります。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。